お前が先手だ。よろしくお願いします。それではお相手の方、2級の鬼です。さあ、鬼には鬼殺し、お鬼殺しが試験でしょ。対策がバッチリの鬼、あのアイコン、この対局開始の画面すごいインパクトありますよね。というかこのアイコン使ってる人ほとんどいないと思います。不気味ですし。さあ、ただ鬼殺しチャンネルとしてはこの鬼には負けられないっていうところがありますね。ここ上がちょっと怖いですけど、上がってみましょうか。そっか、でもしょうがないか。今一瞬7四歩2分30秒これ厳しい。と金作らさないためには歩たったきぐらいしかないか。叩きの歩、もう一丁。いや、これでも厳しいですね。今の握手か。2分。いや、これ破られますよね。今の瞬間6、7、歩成りで良かったと思うんですけど、まあ、助かりました。ただ依然押し潰されそうな状況には変わりありません。これも苦しい。なんとか飛車を、1分30秒。ああ、いますが、まあ普通に8一銀成だったか。ただ遊んだ銀を打ってしまっただけになっちゃいました。相手の方なかなか、あ、そうですね、この手やってこなかったですね。で、ここに飛車回ったからだって、からだと遅いんです。歩叩けるんで、で銀取りで歩叩いて、まあこれしょうがないですね。で8二飛車が厳しいか。いやー、これはここに銀打つようだったら弱気か。1分。攻め駒保有したい。いやー、さっきの銀が、なんとか竜追い返せないか。5五竜で、あ、それは竜取れますね。それは銀上がりましょう。あ、じゃあ金上がりましょう。なんかこっち優勢になりましたね。
優勢というか大優勢ぐらいまでいってるかもしれないですね。そしてなぜか銀が最後に活躍してくる。まだ歩取る意味なかった。いや、ただ歩が欲しかったのも事実。30秒。時間では勝てそうだが、詰みまでいけるか。20秒。これは攻め駒もうちょっとだけ欲しい。詰めの、あ、積んでた。厳しい戦いをよく乗り切った。ありがとうございました。お前がごよろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ、鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、これはもう跳ねよう。お、よかったです。6人銀でした。で、早いしだって余裕。この一手だけ飛車回れます。で、5五角。取りですか。あ、この仕掛け本当だったらいけるんですけど、8五歩まで突かれてると、あー、まずい。これ取れないんですよ、銀を。あ、相手の方今同銀でよかったはずです。同竜とすると王手飛車だったんで。さあ、なんとか助かりましたね、今。こちらとしては6一飛車が激痛か。あー、金下がってきましたね。これもこれで王手飛車かからないようにしておいて。いや、ちょっと怖いですね。2分30秒。金ずらしたいですね。金ずらせば、これで一気に崩壊なので。お、そっちは危ないですよ。詰めろかけときましょう。これめちゃくちゃ受けづらい。どこに駒打っても。これは受けづらいんじゃないでしょうか。それは罪ですね。それは罪ですね。次がもう少し腕の立つ相手を当てんといかんの。